それでは今回は腸がすべてについて解説していきます。体調が悪い原因は腸にあります。あなたが健康に生きるためには腸の勉強を今すぐしてください。具体的には食べ物をファースト、スロー、ニュートラル、この3つに分けることです。そしてファーストとスローを分けて食べることです。これだけで汚れた腸が蘇っていきます。この動画では腸が乱れると生じる7個の病気、食べ物の3つのカテゴリー、ファースト、スロー、ニュートラルについて、トマトソースのパスタ、マルゲリータなど食べてはいけない組み合わせ10個、腸活スーパーフードベスト10について解説していきます。健康が一番です。いくら夢を叶えても、成功しても、幸せな家族がいても、不健康だと幸せではないです。健康になってください。では不健康、体調が悪い原因は何なのか。すべての不調の原因は腸の乱れが原因です。病気を予防したいなら腸が大事です。なんと消化管には体の免疫システムの 80% が集まっています。腸を健康に保てばあらゆる病気を防ぐことができます。一方、腸が乱れると7個の健康リスクが高まります。1個目、頭に酸素が届かなくなって頭痛になります。2個目、腸が乱れると眠れなくなって不眠になります。3個目、肌荒れ。乾燥肌の根本的な原因は消化管で食べ物が消化吸収されないことにあります。4個目は腰痛です。また下半身のむくみ、痛みの原因にもなります。5個目はコレステロールです。消化されずに高コレステロールになります。6個目、泌尿器の汚れです。尿道が詰まります。その結果、膀胱炎、尿道炎のリスクが増えます。7個目はヘルニアです。激痛を伴うヘルニアのリスクも上がります。腸をきれいにするだけで頭痛、不眠、肌荒れ、腰痛、コレステロール、泌尿器の汚れ、ヘルニアを予防することができます。続いて食べ物の3つのカテゴリー、ファースト、スロー、ニュートラルについて解説していきます。食べ物は3つのカテゴリーに分けられます。必ず覚えてください。この本で書かれているメインテーマです。ファーストっていうのは消化の早い食品のことです。30分から2時間で消化されるものです。代表的なものが9個あります。果物、フルーツジュース、蜂蜜、ヨーグルト、緑茶、トマト、かぼちゃ、パプリカ、唐辛子です。果物は旬のものを1日1回食べるのが理想です。ここにはドライフルーツも含みます。そしてトマトは健康にいいため積極的に食べてください。続いてスローです。消化の遅い食品です。8時間から10時間かけて消化されるものが当たります。消化の早い食品、ファースト以外の食品のほぼ全てが当てはまると思っておいてください。僕たちが摂っている食べ物の大半はこのスローに当てはまります。主なものを5個紹介します。玉ねぎやナス以外の野菜全般、パン、パスタ、米、ピザなどの穀物、肉、魚、チーズ、卵、豆腐などの動物性、植物性タンパク質、アーモンド、ピスタチオ、ピーナッツなどのナッツ類、昆布、海苔などの海藻類です。続いてニュートラルはどちらでもない食品です。主なもの13個紹介します。酢、油、ニンニク、玉ねぎ、ナス、わさび、胡椒、ワイン、ビール、コーヒー、紅茶、砂糖、ビターチョコレート。ニュートラルは一緒に食べた食べ物の消化を早めてくれます。まずは3つのカテゴリーをしっかりと押さえてください。何が当てはまるのか覚えてください。そして大事なのはファーストとスローの組み合わせで食べないことを意識してください。ファーストとスローは絶対に一緒に食べないでください。消化に通常の3倍以上時間がかかります。消化管が洗浄できなくなり汚れが溜まっていきます。続いてトマトソースのパスタ、マルゲリータなど食べてはいけない組み合わせ10個紹介していきます。日常的についやってしまうファーストとスローの組み合わせの食べ物10個紹介します。できるだけ避けてください。食べたくて食べれないのはストレスなので、もし食べたい時は食べてください。ただし食べ過ぎには注意してください。この組み合わせがいいのか悪いのかしっかりと理解することが大事です。1個目、トマトソースのパスタ。パスタはスローです。トマトはファーストです。ファーストであるトマトとスローであるパスタのため避けるべき食べ物の組み合わせです。パスタを食べるときはオリーブオイルとヘルシーな野菜のパスタを食べてください。2個目、マルゲリータです。ピザはスロー、トマトはファーストです。ピザとチーズは組み合わせは良いです。トマトがダメです。ピザを食べたいならトマトではないピザにしてください。3個目、タンドリーチキン。肉はスローです。唐辛子はファーストです。4個目、カプレーゼ。チーズはスロー、トマトはファーストです。チーズには別の野菜を添えて食べてください。トマトは軽食の時に食べるといいです。5個目、チーズとフルーツ。チーズはスロー、フルーツはファーストです。6個目、生ハムメロン。生ハムは動物性タンパク質でスローです。果物はファーストです。7個目、かぼちゃのリゾット、パン、パスタです。穀物スローとかぼちゃファーストの組み合わせです。かぼちゃ、トマト、パプリカファーストです。気をつけてください。8個目、魚にレモン汁。魚はスロー、レモンはファーストです。レモン汁ではなくオリーブオイルなら OK です。
9個目、野菜のピリ辛ソテー、野菜はスロー、唐辛子やファーストです。これもオリーブオイルだったら OK です。10個目、フルーツタルトなどの果物を使ったお菓子、小麦粉、バター、卵はスロー、果物やフルーツジャムはファーストです。しっかりとファーストとスローに何が当てはまるのか理解して、これらを組み合わせないことが大事です。続いて腸活スーパーフードベスト10について解説していきます。毎日の小さな習慣を大切にしてください。正しい食生活を身につけてください。この10個を食べると本当に体にいいです。1個目は果物です。ファーストです。柑橘類は普段からたくさん食べるようにしてください。果物は抗酸化作用、がんを予防してくれます。この3つがおすすめです。オレンジ、レモン、グレープフルーツです。2個目はトマトです。ファーストです。加熱したものが特におすすめです。トマトのリコピン濃度は最高クラスです。がん予防にもなります。たっぷりと食べてください。3個目はニンニク、ニュートラルです。がんの発生を防ぐ効果があります。4個目、ブロッコリーとキャベツ、スローです。優れた抗がん作用を持ってます。スープやサラダに入れてください。5個目はクルミ、スローです。体にいい脂肪酸、オメガ3を多く含んでいます。アーモンドもいいです。オメガ3は健康によく、悪玉コレステロールを減らしてくれます。6個目、赤ワイン、ニュートラルです。強い抗酸化作用と抗がん作用を持つポリフェノールを含んでいます。1日1杯くらいが適量です。7個目、ビターチョコレート、ニュートラル、ポリフェノールが豊富です。ビターチョコレートのタブレット1枚には赤ワインの4倍のポリフェノールが含まれています。1日 20g 程度にしてください。8個目、緑茶、ファーストです。カテキンが豊富、消化の早い食事と一緒に食べることをお勧めします。カテキンはがん予防効果もあります。9個目、ウコン、ニュートラルです。がん予防効果があります。10個目、大豆、スローです。悪玉コレステロール値を下げてくれます。それではまとめいきます。すべての不調の原因は腸の乱れが原因です。病気を予防したいなら腸が大事です。腸を健康に保ってください。あらゆる病気を防ぐことができます。腸が乱れると7個の健康リスクがあります。頭に酸素が届かなくなって頭痛になる。眠れなくなって不眠になる。乾燥肌になって肌荒れをする。腰痛、下半身のむくみ、痛みの原因になります。高コレステロールになります。泌尿器の汚れで膀胱炎、尿道炎のリスクが増えます。ヘルニアになって激痛を伴います。病気にならないために腸が全てだっていう考え方をしっかりと持ってください。続いて食べ物の3つのカテゴリー、ファースト、スロー、ニュートラルについてです。ファーストは消化の早い食品です。30分から2時間で消化されるものです。主なものは9個です。果物、フルーツジュース、蜂蜜、ヨーグルト、緑茶、トマト、かぼちゃ、パプリカ、唐辛子です。続いてスローは消化の遅い食品です。8時間から10時間かけて消化されるものです。消化の早い食品以外の食品のほぼ全てが当てはまると考えていいです。僕たちが摂っているものの大半がスローです。主なものは5個です。野菜全般、パスタ、パン、米などの穀物、肉、魚、チーズ、卵、豆腐などの動物性、植物性タンパク質、クルミ、アーモンド、ピスタチオなどのナッツ類、昆布、海苔などの海藻類です。続いてニュートラルはどちらでもない食品です。主な13個は油、酢、ニンニク、玉ねぎ、ナス、わさび、胡椒、ワイン、ビール、コーヒー、紅茶、砂糖、ビターチョコレートです。まずは3つのカテゴリーをしっかりと押さえてください。何が当てはまるのか覚えることです。そして大事なのはファーストとスローの組み合わせで食べないことを意識することです。この2つを一緒に食べると消化に通常の3倍以上時間がかかって消化管が洗浄できないくらい汚れがたまります。続いて日常的にやってしまうファーストとスローの組み合わせの食べ物10個、トマトソースのパスタ、マルゲリータ、タンドリーチキン、カプレーゼ、チーズとフルーツ、生ハムメロン、かぼちゃのリゾット、パン、パスタ、魚やレモン汁、野菜のピリ辛ソテー、フルーツタルトなどの果物を使ったお菓子、ファーストとスローの組み合わせっていうのはできるだけ避けてほしいと思います。そして最後は腸活スーパーフードベスト10です。果物、柑橘類は普段からたくさん食べてください。トマト、加熱したものが特におすすめです。ニンニク、がんの発生を防いでくれます。ブロッコリーとキャベツ、優れた抗がん作用があります。クルミ、体にいい脂肪酸、オメガ3を多く含んでいます。赤ワイン、強い抗酸化作用と抗がん作用を持つポリフェノールを含んでいます。ビターチョコレート、ポリフェノールが豊富に含まれています。緑茶、カテキンが豊富で消化の早い食事と一緒に摂ってください。ウコン、がん予防効果があります。大豆、悪玉コレステロールを下げてくれます。体調が悪い原因は腸にあります。あなたが健康に生きるためには腸の勉強をしっかりとしてください。大事なのは食べ物をファースト、スロー、ニュートラル、この3つに分けること、そしてファーストとスローを分けて食べることです。これだけで汚れた腸が蘇っていきます。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタン、クリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。